恵み深い主に感謝せよ。慈しみは常しえにと。主にあがられた人々は唱えよ。主は苦しめる者の手から彼らをあがない、国々の中から集めてくださった。東から西から北から南から、彼らは荒れ野で迷い、砂漠で人の住む町への道を見失った。飢え渇き、魂は衰え果てた。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。主は乾いた魂を沸かせ、飢えた魂を良いもので満たしてくださった。天の父なる神様、愛する方々と一緒にあなたに向かって賛美を捧げ、祈りを捧げ、またあなたからの御言葉を受け取る機会が備えられていることをありがとうございます。どうぞこの礼拝を聖別し、私たち一人一人の心に最も必要な霊の糧を豊かにお与えくださいますように、そして本当にあなたに愛されて生きるということの幸いを深く知ることができるように助けてください。日本中で、いいえ世界中でもたれようとして礼拝を祝福し、そこに集う方々の上にあなたの祝福が豊かにありますように。またさまざまな事情で、都合で、あるいは病気で礼拝に参加することができない方々もたくさんいらっしゃいますけれども、主よ、どうぞそういう方々の上にもあなたの恵みが届けられて、それぞれの場所であなたに愛されていることを深く味わうことができるようにお導きください。この小さな群れを憐れんでください。そしてどうぞこの礼拝を聖別し、恵みにあふれるひとときとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
毎月 第1の日曜日、第1週目に MACF では生産式を行っていますけれども、生産式と同時にその月に生まれた方々のための、誕生日を祝福してお祈りをするということをやっております。ということで10月の第1週ということなので、10月前の方いらっしゃいますか。10月前の、あ、いらっしゃいません。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞお願いします。恵み深い天の父なる神様、この小さな群れの中に10月生まれの方々がいらっしゃいます。私たちはそれらの方々と一緒に礼拝を捧げ、ここまでやってまいりましたけれども、主よ、どうぞ10月生まれの方々それぞれの誕生日、そしてそこから始まる1年間が本当にあなたの恵みに守られて満たされて、喜びの多い1年となるように、ことにこの10月の誕生日を祝福してくださいますように、そしてますますあなたに愛されていることを深く悟ることのできる1年となりますように、10月前の方々の上に豊かな祝福があふれることを願いつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。誕生日の歌というのを、ピアノを弾き語っている西原さんがお作りになりました。時は過ぎてゆく静かに、1日1月1年、あなたの人生運んで1日1月1年、私たちと並んで歩いてくださる主を称えよう。新しい、1日1月1年、一緒に歌いましょう。つまり皆さん、もう一度おめでとうございます。主の祈りを祈りたいと思いますけれども、いつものように主の祈り本文と、そして説明を加えた祈りの言葉はですね、それをゆっくりみんなで一緒に読んだ後で本文だけを祈りたいと思いますが、ゆっくり読んでいきましょう。主の祈り。天に来られる私たちの父よ、空の彼方ではなく、万物を支える見えない世界天にいて、人の世の低みを見捨てず、絶対的な保護者としてそこにいてくださる私たちの父なる神様、皆が聖とされますように、あなたをそのお名前通り聖なる愛と恵みにあふれ誠実なお方であると、すべての人が認めますように、御国が来ますように、
御国すなわち救いと平和と喜びによる神の支配が現実の生活の中にもたらされ、それによって私たちが神と人とを愛しつつ生きられますように。御心が天に行われる通り地にも行われますように。神のおられる天で実現されている神の御心がこの地上でも実現されることを願う心を持てますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの今日の分の食事、仕事、必要物を感謝とともに受け取れますように。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちの不信、偽り、不誠実をお許しください。また許されるためにどれほど大きな犠牲が必要だったかを私たちに思い知らせてください。それによって人を許せるようになれますように。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。私たちにとって一番の誘惑は自分の浅さ、不甲斐なさに絶望すること、やり直す努力を放棄することです。また何事も争わず対立せず波風を立てずに収めたいという思いも大きな誘惑です。私たちの優しさが不正に満ちた体制を支えることになりませんように。私たちが互いに絶望することなくこの世の中で生きられますように。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。主の祈りの本文を一緒に読みたいと思いますけれども、これは2000年に訳された共通口語訳による主の祈りの言葉です。主の祈り。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。主の祈りの歌をしばらく前に作りました。今年の5月に作ったんですけれど、そんなわけでただ主の祈りという題名だとなんかちょっとおこがましいような気がしたもんですから、歌声とかの主の祈りというふうに、題名を作りました。3節までの曲を作りました。主の祈りを歌いましょう。Thank you.
今朝は竹下修さんが賛美のために来てくださっていますが、お聴きください。聖歌の467番、陸地の御国の御国という曲を、西原さんとそれで賛美させていただきたいと思います。新約聖書のローマの信徒への手紙、9章の終わりの方ですけれども、9章の後半にある短い言葉から今日はお話をしたいと思っています。9
9章の25節からですね。ホセアの書にも次のように述べられています。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛された者と呼ぶ。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる、という言葉です。ホセア書というのは旧約聖書の後ろの方にある小さな、予言書で、ホセアという人が書いてるんですけれども、ホセアという人の具体的な生活の中で、当時のイスラエルの人たちがどれほど心の中に大きな問題を抱え、また神から離れた生活をしているのかということを、ホセアは言葉を通しても、その具体的な生活を通しても表していた預言者の一人です。で、自分のところに生まれる子供のことがここに書かれているんですけれども、これは当然イスラエルの民のその当時の宗教的な状況だというふうに言われていますけれども、ホセア書のそのままの文章はこんな文章です。私は彼女を地に巻き、ロ・ルハマ、憐れまれぬ者を憐れみ、ロ・アンミ、我が民でない者に向かって、あなたはアンミ、我が民と言う。彼は我が神よと答える、という、こういう文章になっていますが、つまりこのホセア書においては、ユダヤ人の中に、本来神様を知っていて神様を礼拝することができるはずのユダヤ人の中に、全く違う神々を拝もうとする者たち、全く違う道を歩もうとする者たちがいて、そういう人たちに対する警告としてこの言葉は実は語られたんですけれども、パウロはこの言葉を引用して、もともと神様を知ることがなかった異邦人と呼ばれる人たちのことを書き表しています。で、その当時の宗教状況、そのパウロが、この文章を書いた当時の宗教的な状況というのは、ユダヤ人の方々、一般的にユダヤ人の方々で、しかも正当な教育を受けた人たち、あるいは優れた家系に生まれた人たちは、宗教的なエリート集団としての自覚を持っており、私は神によって選ばれたわけだから、神からの恵みを受けるのは当然だと考えていた。そして彼らは本来は憐れみを受けてそうなったということを自覚すべきだったんですが、彼らはいつの間にか、いや、自分たちのやっぱり先祖が素晴らしかったし、自分の行いもまともだし、私は憐れみの民ではなくて選ばれた民だというふうに、どっかで勘違いが始まって、人々を軽蔑するということがある意味で得意な人たちになりました。ファリサイ派の人たちはもちろん、その活動においては、彼らは聖書教師としていろんな一般の人たちに聖書を教えましたから、素晴らしい役割を果たしましたけれども、でもそもそもファリサイ派の人たちの、ファリサイという言葉の意味は、分離されたものという意味がありました。つまり、私たちはあなた方とは違いますよ、というような、そんな意味合いがあったのです。ですから、ユダヤ人の中でもエリート集団とそうでない集団、つまりある一部の宗教集団から、宗教者集団から、罪人と呼ばれる集団がありました。例えば徴税人と呼ばれる人たち、あるいは羊飼いも、あるいは漁師たちも、決して尊敬される仕事の人たちということではありませんでした。まあ、羊飼いも漁師も豆に手を洗うことが難しかったというのは一つあります。もうユダヤ人の人たちにとっては手を洗うというのも必須事項でしたので、どこに行ってもとにかく清められなければいけないという意味では、食事の前でもとにかくいろんなところで手を洗う習慣がありましたが、羊飼いなんか全然手なんか洗えませんし、漁師なんかはとにかく手を洗っても洗っても匂いはなかなか取れないわけで、清くなったという自覚は全く持てないわけですね。で、そういう意味では、要するに自分たちは清い、律法を持っており、街道も持っており、教師がいて聖書もあってという状況の中で、宗教的に正しいと自覚をしている人たちからは軽蔑の対象だったんですね。で、この人たちはそれこそ自由に神殿にも戻ることができず、あるいはどう考えても自分たちが神の子供として許されているとか愛されているとか、そういう自覚はなかなか持ちにくかったわけですね。で、それはユダヤ人のそういう
底辺といったらあれですけれども身分の低い人たちと同時に異邦人の人たちにとってはもっともっと神の祝福というのは遠いところにあるように感じていたに違いない。彼らは全くそういう伝統がなかったし、清められると言っても何をすればいいかわからないし、でそういう人たちに対して神は実は実に憐れみ深い心を持って、そういう人たちに対してあなた方は私の民だよと言ってくださっているのだぞとパウロはここで語るのです。本来立場的に救われる希望もない、あるいは救われる道筋も知らない、そして本当に自分の中で落ち込んでただただ人を見て羨ましいなと思うことしかできないような、そういう人たちに対して実は神はそういう人たちを一部の人が見下しているようには見下していない、一部の人が軽蔑しているように神は軽蔑をしているわけではない、いやいや自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛された者と呼ぶと、こうあえてこの言葉を引用してパウロは神の恵みを告げるのです。実は私たちは知らない間に差別意識を持ち、あるいは格差意識を持ち、どこかでやっぱり決めつけが進んでいって、例えば自分は他の人からどう見られているんだろうかということを気をつけないと必要以上に気にするという傾向は誰の心の中にもあるような気がします。人は自分をどう見ているんだろうか、そしてもちろん自分で自分をどう見ているのかということも大きな問題になりますね。あるいは他の人たちがこう落ち込んだりとか病気になったりした時、どこかでまああの人たちが呪われるのは当然だよね、生活ね、ああいう生活だからもう自業自得だよねとか言って、意外とこう高みから人のことをこう軽蔑的に語ってしまう癖というのもある人の中にもあるかもしれません。いずれにしても私たちはなかなか自信を持って、ああ神の前に居場所があったという安心感をなかなか持てないですね。人からの言葉や人からの評価というのは思いのほか私たちの心に重くのしかかります。例えば名前で自信を持っている人もいるし、名前で自信を持ってない方々もいらっしゃいます。私の祖母の名前はトメという名前でした。意味は明確でした。もうお前で終わりっていう、本当はいらなかったのにという名前です。トメさんはかわいそうでしたね、どうせ私なんか生まれなくてもよかったのかもしれないというふうなことをどっかで感じていたんですよね。私の前ではとても穏やかにいつもニコニコしていましたけれども、そんなにいつもはにこやかな人ではありませんでした。私のおじいさんは松之助という名前でした。めでたい名前ですね、松之助ですよ、ね、もうね松竹梅ですからね。松之助さんと富さん、そういう名前は自分が選んだわけではないですから、その名前でやっぱりこうなんか苦しいなと思うというのはきっとあると思うんですね。時々冗談半分にね聞くことありますが、あんたやっぱ名前負けしてるよねとか、そういう、ね、親の期待はこうじゃなかったはずなのに気の毒なことにとか、意外とそういうのってねぐさっとこう突き刺さるわけですよね。そんなこと言ったって逃げられないんだからしょうがない、そんなこと言ったってと言いたいけれども、そんなことをまた口にするのも大人げないし、でも心の中でやっぱり傷つくわけですよね。名前一つでもそんな状況です。あるいは文字通りのこう出来の悪さといいますかね、なかなかこう期待に応えられない、学校でもなかなか期待に応えられない、やっぱりね、そういう時教師の一言って重いですよね、お前は関根和夫じゃなくて関根ダメ男だなとか言われるとですね、なんか生きてるになんなるなみたいな感じがしますね。やっぱり相手は冗談だとしてもそれはやっぱり傷つくものですね。でそういう時にね、あなんか居場所はないなと思っちゃうんですよね。で多くの場合それはできるとかできないとかね、自分でもどうするコントロールができないようなそういう状況についての言葉なので、なんか逃げ場がなくてとても苦しくなることがあるんですよね。でも
そういう状況の中で落ち込んでいて、もう例えば異邦人と呼ばれる、つまりユダヤ人以外の人たちはみんな異邦人ですから、厳密に考えれば私たちはみんな異邦人なわけですけれども、その当時の社会の中では異邦人は基本的にはユダヤ人の輪の中に加えてもらえなかったし、礼拝にも自由に参加できなかったし、神殿の中だってここまでしか入っちゃダメっていうふうに言われていましたから、差別はものすごかったんですよね。今私は異邦人って聞いてもふーんとかいう感じで、まあそれもしょうがないよねみたいな感じで、そう呼ばれてもいいんじゃないみたいな感じでいるかもしれませんけども、でもこの当時の社会においてはありえないことでした。もう居場所が全く感じられない。でもイエス様はそういう状況にやってきて、イエス様ご自身が語った言葉でこんな言葉がありますね。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである、という言葉があります。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためだ。つまり私は基本的に神に愛され神に選ばれているので大丈夫と言ってる人はその線ですればよい。でもどこに行っていいかわからない、もう自分でも自分を救えない、自分でも自分を許せない、人からの目が気になって気になって全然自信が持てない、そういう人たちのためにこそキリストは来てくださったのだと。そしてそのそういう人たちのためにこそ来てくださって、できるできないということと関係なくあなたに命があるということ、あなたがそこにいるということ、あなたがそこに存在しているということこそ神の目に尊いことなのだということを教えてくださったのですよ。世の中にあっては差別があり、世の中にあっては区別がある。でも霊の世界、神の国においては神はあなたをできるかできないかで見てませんよというのです。あなたの実力はどうであっても、あなたの名前がどうであっても、あなたは神の目の前に高価で尊い存在として愛されているのだとキリストは教え、パウロはそのことを確信して、そのことを確信してこのローマの信徒の手紙の中に書いているのです。ただそれを心地よく思わない、心よく思わない人たちがいるわけですよね。それは自信を持っている人たち、自分こそ正しいんだ、自分たちこそ選ばれた集団だと思っている人にとっては面白くないと言いたくなるような出来事。でもよく考えてみれば、どんな人でも自分は神に選ばれる立場があって、地位があって、その功徳があって、理屈が、ね、理由があるのだと言い切れる人なんてこの世の中にはいないのだと思います。みんなどこかに人と競争して優越感と劣等感の中でね、上がったり下がったりしながら、なんかどっかに自分がいてもいいような理屈を探しながら必死になって生きている、それが本来の姿かもしれない、人間本来の姿なのかもしれないと思います。どんな人でも不足感を感じ、欠乏感を感じ、あるいは罪責感を感じて、どうしていいかわからない、このまま生きていっていいものかどうかもわからないというような思いに悩まされることってあると思います。でも私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶ、あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で彼らは生ける神の子らと呼ばれる。イエス・キリストが来てくださったのはまさにそういう不足感いっぱいの罪人として軽蔑されていたそういう人たちのために来て、その人たちの心の痛みとその人たちの心の罪を全部十字架の上で担い、苦しみを受け呪いを受け、解放を救いを許しを提供してくださいました。もちろんその中には差別した側も差別された側も等しく含まれていて、神の愛は双方に深く届くわけですけれども、それはまさに神が私たちに対して一人一人に対してあなたがいてくれることは嬉しいことなんだよと言ってくださっていることと同じだなとつくづく思うのです。神は
あなたができることがありできないことがあるとしても、もちろんさっき言ったようにこの世の中を生きていく上ではいろんな差別があり格差があり悩みがあり本当に嫌になっちゃうことがあるかもしれない。でも神の国では、あるいは神はこの世の中でどうあなたが評価されているとしても、あなたの存在に対して私の目にあなたは高価で尊い、あなたの存在は私にとっては重要なものだと言ってくださるのだということなんです。今までの生活が全く神の民にふさわしくないとしても、神様私を憐れんでくださいと心の中に神に向かう思いを持つことができさえしたら、神の恵みがそこに届きます。そして今までは確かに自分神の民ではなかったかもしれない、自覚としてもそれはなかったかもしれない、でも神の側で恵みを届け、神の民として私の心を変えてくださるのです。神に祈ることが、神の御言葉を聞くことが、神を賛美することが何か嬉しいことのように思えて、心が豊かにされるということを実感できるようになります。恵みが届きました。パウロの福音はイエス・キリストの福音です。そしてイエス・キリストの福音とは恵みの福音なのです。それは本来受け取る資格のない、与えられるはずもない、そんな状況にあった人たちに対して一方的な神の善意が届いた、神の愛が届いた、それが恵み。私たち一人一人は神の恵みの対象者として今生きているのです。だから礼拝を捧げながら、メッセージを聞き、祈りをし、賛美をしながら、神様、私のようなものをあなたの恵みの対象者として置いてくださってありがとうございます。私のような存在に向かってお前がこの地上に生きていることは幸いなことだと言ってくださってありがとうございます。そんな思いを今日礼拝の中で味わうことができたら、この礼拝はあなたにとっても、そして神様にとっても本当に大きな祝福があふれる礼拝になるのだと思います。あなたがそこにいて笑顔があればという曲があります。あなたがそこにいて笑顔があれば、あなたがそこにいて何ができなくても私の心は歌い始める、神の平和を歌い始める。神の恵みが届くとき、できるできないということではなく、あ、いていいんだなというところに大きな視点が置かれることになります。あなたがそこにいて、この歌を歌いましょう。Thank you.
深い天の父なる神様、私たちを憐れんで、あなた方一人一人は私の目には高価で尊い存在だと仰せくださることをありがとうございます。あなたにそれほど愛されていることを深く自覚しながら、感謝を持って礼拝者として生きていくことができるように憐れんでください。今日は聖餐式がありますが、イエス・キリストが十字架にかかり命を懸けて私たちを愛してくださったことを思い出しながら、復活されたその力、永遠の命の力が私たちにも届けられていることを感謝しながら、聖餐式のための心備えができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。私もまたいつもその人にして